許可できません。ストップ。これはエクセレント。よろしいですか。ご無事で何よりです。事のあらましはレオ会長から聞き及んでいます。ご存知ですか、拷問室で囚われていた人々の意識もネットの海に解放されたことを。
確かに事態はまだ暗中の船ですが、あなたの行動で救われた人生がある。彼らに代わりお礼を申し上げます。まあそんなに謙遜しなくてもいいでしょうに。あなたは本当に初々しいのですね。と無駄話をしている余裕はありませんね。アルタエゴの映像確かに見させていただきました。どのようなアッキかと思えば、あのような愛らしい少女とは。パッションリップちゃんいい子ですよね彼女。それはよかった。私が思うに彼女はあなたを知りたいのでしょう。余人を知ることは余人を傷つけること。知り知られる痛みは辛いものです。ですがそれが花を咲かせることもありましょう。私はそのような花を愛します。どうぞあなたはあなたのまま痛みを知ってくださいますよう、陰ながら応援させていただきますね。あのおっぱいお化けのヒロイン力とかどうでもいいんで、 SG が摘出できるのかどうかお聞かせ願えません？リップちゃんの SG ですか？それでしたら今までと何変わりなく、いえリンさんたちより摘出は容易かと。 BB の分身といえど彼女には心がある。いえ BB の分身だからこそ心があると言うべきでしょうか。 BB は自分の機能をエゴに分け、その後いくつものサーバントを複合させた。結果アルタエゴたちは独自の BB とはまた別の AI では生まれない心を得た。けれど皮肉な話です。彼女たちは生まれたばかりで心を隠すことを知りません。秘密を持つほど成長していないのです。ですので彼女と向き合うだけで心の隙、心の弱さは摘出できましょう。ただし書きお気をつけください。アルターエゴと向き合うということは彼女たちの間合いに入るということ。リンさんやラニさんの時は話し合いになりましたが、彼女たちと相互理解は難しい。きっと戦うことになりましょう。常戦の準備を整え、どうか情けをかけることのないように。